夏の甲子園出場をかけた高校野球愛知大会の抽選会がおととい行われました。愛知は173チームが集う全国屈指の激戦区。抽選会にはキャプテンやマネージャーなどが参加し、5回戦までの組み合わせが決まりました。注目は夏の甲子園3年連続出場、今大会ノーシードで臨む愛工大名電。競泳や愛三大三河など強豪ひしめくブロックに振り分けられました。開会式では抽選で決まった鳴海の森部昭義主将が選手宣誓を務めます。愛知県の野球部員の、気持ちを背負って選手宣誓したいなと思います。選手宣誓の文章は何日間ぐらいかけて考えるつもりですか？もうテスト勉強をやめるくらいずっと頑張っていきたいと思います。開会式は今月28日金曜日に行われ、試合は29日から始まります。